見てくれてありがとう。チャンネル登録よろしくね。なぜ海はしょっぱいの？海の水がしょっぱいのは海水に塩が溶けているからです。塩というのは塩化ナトリウムという物質のことで、食事にも使われていますよね。海水には塩以外にもマグネシウムやカルシウムなどの物質も溶けています。ではなぜ海水に塩が溶けているのでしょうか。これは今でもはっきりと分かっていないことなのですが、いくつかの説があります。一つ目の説は、地球ができたばかりの頃、海はまだなくて地表は溶けた岩石でできたマグマだらけだったという説です。その時、地球にぶつかった小さな星から出たガスや水蒸気が空気になりました。その空気には塩素ガスという物質が含まれていました。やがて地球が冷えてマグマが固まり始めると、空気中の水蒸気が雨となって降りました。その雨には塩素ガスが溶けていて酸っぱい味をしていました。その酸っぱい雨が地表の岩石を溶かしてナトリウムという物質を出しました。塩素とナトリウムがくっつくと塩化ナトリウムになるので、海水がしょっぱくなったという説です。2つ目の説は、地球に陸地ができてから海水がしょっぱくなったという説です。陸地にも塩素やナトリウムなどの物質が含まれています。雨が降ると陸地から海に向かって川が流れますよね。その川には陸地から溶け出した物質も一緒に流れてきます。海に入った物質は海水中で塩化ナトリウムになりました。また太陽の光で海水が蒸発するときには水分だけが空気中に上がっていきます。塩分は海水中に残ります。このようにして徐々に海水の塩分濃度が高くなったという説です。海水がしょっぱくなった理由は正確にわからないことも多いですが、それだけ地球や海は古くから存在していて、様々な変化を経験してきたことを示しています。他にも動画あるので見てね。